9章5五遊死検証被急章五遊死は日露戦争時に行われた日本海海戦に先立ちバルチック艦隊発見の知らせを宮古島から石垣島に伝えた5人の領主の呼び名である。1905年、ロシア海軍のバルチック艦隊が極東へ向かっていた。5月23日、奥浜牛という中の小船乗りの青年が宮古島付近を北上しているバルチック艦隊に遭遇した。 バルチック艦隊も彼を指認していたが、竜の大量機と独特の挑発のために中国人と判断して捉えなかった。奥浜は宮古島の朝水港に26日午前10時頃に着き、駐在所の警察官と共に役場に駆け込んだ。宮古島は大騒ぎとなった。当時の宮古島には通信施設がなかったため、島の重役、長老たちの会議の結果、 石垣島にこの情報を知らせる使いを出すこととなり、松原村の柿花よ柿花清、ユナファ松、与那墓場と、区外現の与那墓場の漁師5人を選抜した。5人は15時間、170キロの距離をサバにを必死に、小木、石垣島の東海岸について、さらに30キロの山道を歩き、27日午前4時ごろ、八重山郵便局に飛び込んだ。局員は、 宮古島投時からの文書を柿花よしから受け取って、電信を那覇の郵便局本局へ打ち、電信はそこから沖縄県庁を経由して東京の大本営へ伝えられた。日本本土への連絡は品の丸によるものが数時間早かったため、この情報が直接役に立つことはなかった。その後5人の行為は忘れられていたが、昭和時代に入り、 この事実が発掘され教科書に掲載されると一躍、評価が高まり5人は沖縄県知事から検証され強度の英雄となったたとえ本土から遠く離れた島の漁師でも国家への忠誠心は本土の国民に負けず劣らないという話は軍事色が強まる傾向にあった日本国内や拡大を続ける外地などで格好の話題となった軍事色の強い話題だけに 戦後、教科書から姿を消すと本土では芝叩く間に忘れ去られていったが、宮古島や石垣島では依然として、郷土の英雄という評価は揺るがず、石垣島の上陸地点には、九州五有志上陸の地の石碑が、宮古島にはサバニオ五本の柱で支える、コンクリート製のモニュメントが建てられた。昭和30年代に、沖縄県出身の音楽家である、奥平淳により、 黒潮の闘魂という九章五遊子を称える歌が作られている。この歌は近年にも宮古島市、九章出身のザビトルクラッシャーというバンドにより、五遊子というタイトルでカバーされた。渦巻きパンで有名な宮古島市の富士聖火製パンは、九章五遊子という七歌市を販売している。自由者発行の新しい歴史の教科書にはコラムとして、 九章豪遊志が取り上げられている。ありがとうございます。